はいどうも、ミニマリストたけるです。本日もラジオ形式で動画を撮っていきたいと思います。本日の動画のテーマは、給料日前にお金がない人が見直すべきポイントとはということでお話をしていきたいと思います。ぜひ家事をしながらだったり移動中に聞いてください。もしパパッと聞きたい方は 1.5 倍速、2倍速がおすすめです。で、本題に入る前にちょっと告知なんですけども、こちらの本ですね、第1作目、第2作目の本を出版しておりまして、大変ご好評いただいております。先日も10版かかりまして、累計3万部突破いたしました。まだ読んでない方、買ってない方がいましたら、こちらの動画の下の概要欄、コメント欄に詳細のリンク貼ってありますので、ぜひそちらも合わせてご覧ください。ということで、ここから本題に入っていきたいと思います。改めまして、本日の動画のテーマは、給料日前にお金がない人が見直すべきポイントとはということでお話をしていきます。この動画をご覧になられている方の中にはね、きっと給料日前にもう手持ちのお金がないという事態に陥った方だったりとか、給料日前に急遽 ATM でお金を下ろすことがよくある方、実際にいらっしゃると思います。そういった方々に向けて、今回の動画では3つのテーマをちょっとご用意いたしました。一つ目はですね、給料日前にお金がないと思う人にありがちな習慣ですね。で、二つ目のテーマは、お金を貯めている人が意識していること。で、最後三つ目のテーマは、お金を貯められるようになるための見直しポイントについてお話をしていきます。ただただお金がないと言ってるだけではもう何も変わらないので、どうしてお金がないのか、どうして貯められないのか、お金を貯められる人と何が違うのかっていうのを改めて今回の動画で確認していただけたらなというふうに思います。ぜひ最後まで動画をご覧ください。ということで、まず一つ目のテーマなんですけども、給料日前にお金がない人にありがちな習慣についてね、皆さんにご紹介していきます。給料日直前に毎月手持ちのお金が底をつくという人は、計画的にお金を使えていなかったり、毎月貯金ができていなかったりする場合が多いと思います。そういった人に共通するありがちな習慣をちょっとまとめてみました。ぜひ参考にしてみてください。まず一つ目ですね、給料日前にお金がない人にありがちな習慣、一つ目は、自分へのご褒美を買う条件が簡単であるということですね。自分へのご褒美を買う条件が簡単であるということです。例えばこういった方、実際にいらっしゃると思います。こういった方は要注意ですね。今日は残業頑張ったから外食して帰ろうとか、休日出勤だからちょっとコンビニに寄っていこうだったり、ちょっとしたいいこと、悪いことが起こると何かとご褒美を買ってしまう方、毎月ご褒美に高価なものだったり洋服など欲しいものを買ってしまう方はちょっと注意が必要だと思います。で、きっと、まあ、こう言うとね、ご褒美も必要でしょという方も実際にいらっしゃると思います。確かにご褒美をうまく活用していけばモチベーションアップにもつながるんですけども、それでもやっぱり自分へのご褒美を買う条件がね、簡単だとあまり良くないわけです。理由が4つあります。まず1つに、贅沢が日常化してしまうと、だんだんとそれに慣れてしまって心が満たされなくなってしまいます。そうなるとその贅沢のハードル、金額っていうのも上がってしまうので、手元にお金が残らなくなるというのが1つ目の理由ですね。続いて2つ目の理由は、贅沢をすればするほどお金が手元からなくなっていくからです。で、3つ目の理由は、贅沢というお金の使い方は無計画な出費なことが多いので、だから給料日前にお金がなくなってしまうということですね。きっと無計画な出費、実際皆さんもね、多いと思います。そして最後、4つ目の理由としては、数百円の贅沢を軽視すると、塵も積もればで月末にその数百円で泣くということです。たかが数百円だから贅沢、ちょっとした贅沢いいよねと思っている方でも、やっぱりその数百円がね、1ヶ月ともなれば、塵も積もればで結局月末に数百円、数千円足りなくて ATM で下ろすという方もね、中にはいらっしゃると思います。だからこそやっぱり気をつけた方がいいんですよね。自分へのご褒美を買う条件のそのハードルが低いとか簡単であるっていうのは、ちょっと注意が必要ということです。じゃあ具体的に皆さんが今日からできることは何かっていうのもね、実際にいくつかご紹介していきたいと思います。まず一つ目ですね、一つ目は、必ず家計簿をつけて予
算を決めておくことです。必ず家計簿をつけて予算を決めておくことです。予算内の贅沢であればいいよということですね。予算を超える贅沢はやめた方がいいということです。続いて2つ目の行動は、毎週ごともしくは10日ごとに予算を振り分けて、その中で贅沢をするということです。1ヶ月丸々の予算でもいいんですけども、それで全然予算内で贅沢を抑えられるっていう方はいいんですけども、ちょっと心配な方、浪費家の方、お金をちょっと散財しがちな方はですね、1週間ごとに予算を決めるだったりとか、10日ごとに予算を振り分けておくっていうのがいいかなと、おすすめかなと思います。そっちの方がより節約志向になると思います。3つ目の行動はですね、疲れた時、ストレスが溜まった時は買わずに寝るのが一番の贅沢だし、一番休まると思います。これあくまで僕の持論なんですけども、きっと皆さんもですね、疲れた時とかストレス溜まった時に贅沢をしたくなる方多いと思うんですよ。でもちろんご飯を外食するとかコンビニっていうのもまあいいといえばいいんですけども、もう簡単にパパッと食べて早く寝るのが一番体も休まるし、ストレス発散になるというか、朝起きた時のその体の状態、心身の状態は一番元気になると思います。結構食べたところで夜不安になったりとか、疲れが増したりとか、どっと疲れたりとかする方もいらっしゃるので、ぜひねこれも念頭に置いてほしいなと、一番買わずに寝るのがいいかなと僕自身は思ってます。そんな風に生活をしています。で、4つ目の行動はですね、たった数百円でも必要ないものには絶対にお金を使わないっていうのがお金持ちになっていく一つ大事な要素かなっていう風に思います。最近僕自身、経営者の本とか投資家の方の本、それこそ年収で何千万何億円の方の本を読んだりとかしてるとですね、お金持ちほどめちゃくちゃメリハリのあるお金の使い方をしていて、自分にとって価値がないと思うこと、必要ないことにはとことんお金を使っていないんですよね。もうそれがお金持ちの法則と言ってもいいぐらい、そういうのが大事だと僕自身も思います。だから今現にお金がない方だったりとか、なかなか貯金がたまらない方は、自分にとって不要なことは何か、やめた方がいいことは何かっていうのを明確化して、そこにはとことんお金を使わない、回さないっていうのが大事かなって思います。使うにしても予算内ですね、きっちり予算を決めてやるのが大事です。で、最後5つ目の行動としては、当たり前の日々に感謝するということですね。樽を知るというのが大事かなと思います。きっと贅沢を求めている人、している人の中にはきっとなんか新しいもの好きだったりとか、何か日々生活の中で足りないもの探しをしているとか、ないものねだりをしている人もきっと中にはいらっしゃると思いますので、当たり前の日々に感謝するっていうのも一つ大事だと思います。例えばご飯を食べられること、毎朝起きられること、目が見えること、歩けることとかね、まあ、本当にごくごく当たり前のことに感謝すると、なんか普段の当たり前の日常が、生活がなんか贅沢に思えるというか、僕自身はそういう風に考えているので、まあ、贅沢をするっていうこともかなり減りましたね。樽を知るだけでもないものねだりをせず贅沢をする機会も減りました。で、僕自身そんな風にしてきて良かったことっていうのは、もう寝ればストレスが減っていくのでお金を使うこともなくなったし、当たり前の日々が幸せなので贅沢ご褒美の概念がないというか、当たり前に生活できていることがすごく幸せなので心も満たされるようになって、すごく良かったですね。ぜひ参考にしてみてください。ということで、続いて2つ目ですね、給料日前にお金がない人にありがちな習慣、2つ目は買ったけど使っていないものが多いということです。買ったけど使っていないものが多いということです。買った時は嬉しくても結局あまり使わないことがあったら、まあ、もったいないですよね。結局使わないものが増えるということは、お金を捨ててるのと同じことなので、まあ、無駄金ですよね。無駄遣いでしかないと。で、3つ目の理由は、物が増えていくとそれに連動してまた物が増えるというところで、まあ、お金も出ていくし、スペースも窮屈になっていくのであまり良くないですね。例えば1個物を買うと色違いの物を買いたくなったりとか、修理グッズとかお手入れグッズを買わなきゃいけなかったりとか、収納物を買わなきゃいけなかったりと、やっぱり1個物を買うとね、それと連動して何かしらの物が増えがちなので、極力あんまりそういうのも買わない方がいいですよね。で、最後4つ目の理由は、物が増えすぎると処分にお金がかかっていくからです。いずれ必ず、まあ、年末の大掃除だったりとか、例えば1年後2年後お部屋が窮屈になってとか、引っ越しをするときに、まあ、いらないものをね片付けていくと思うんです。その時に処分にお金がかかりすぎたら、結局結果お金が出ていくわけですよ。だからこそ、買ったけど使っていないものが多い人はちょっと注意が必要なんですよね。じゃあ具体的に今日からできる行動としては2つありまして、まず1つは、
直前に必要になったもの、使うものだけを買うということですね。もうそれ以外は買わないっていうのが大事かなと思います。多くの人は遠い未来のために、それこそ1ヶ月以内に使うかもみたいな感じで、なんかホワホワホワっとした認識で買ってる方もきっと多いんじゃないかなと思います。あくまで僕たち夫婦っていうのはもう直前で、もうそれこそ今日使うものだったりとか明日使うものだけを買うようにしてるんですね。だからこそ不要なものも増えにくいし、お部屋もすっきりしやすいし、無駄遣いっていうのもなくなってお金が貯まりやすくなったなというふうに思います。あとはまあメインチャンネルでよく言ってることなんですけども、必要なものと欲しいものの線引きをしっかりするっていうことですね。珍しいとか可愛いとか欲しいと思って買ったものって結局今は必要じゃない可能性が非常に高いので、そういったものは時間を置くっていうのが大事です。さっきも言ったように、本当に必要なものって欲しいとか可愛いとか珍しいっていうその言葉とかって出てこないと思うんですよ。もう何も思わず無意識のうちにパッと手に取って買うと思うんですよね、本当に必要なものって。だから珍しいとか可愛いとか欲しいと思って買うのは一回ちょっと待ってもらって、レジを通す前に一度よくよく考えてもらって、これは本当に必要なものなのか、ないと生活に支障が出るものなのか、もしくは別に買わなくてもいいものなのか、余分なものなのか余計なものなのかっていうのをしっかり冷静に考えて買い物をしてほしいなと思います。僕自身はそんな風に生活を変えてきて、買って後悔することもなくなったし、誘惑に負けることもなくなったし、余計なものが増えずにやりたいことに集中できるようになってすごく良かったですね。そして最後3つ目ですね、お給料日前にお金がない人にありがちな習慣3つ目は、金額を気にせずに商品を買ってしまうということです。金額を気にせずに、意識せずに商品を買ってしまうということです。例えばこういった方々は要注意です。値札を見ずに金額を気にせずに買うことが多い、財布の中の金額、口座残高を気にせずに何でも買ってしまう方、借金へのハードルが低い方、目標貯金額がない人、予算設定をしていない人、予算など気にしていないで買っている人、給料ボーナスを前借りで使ってしまう人、貯金もないのにマイホームや車を購入する、借金をする人、いわゆる労働時間の前借りですね。こういうふうな買い物習慣、生活をしている方々は非常に注意が必要です。お金がなくなっていきます。そういう人はもうお金が気づいたらなくなっていたりとか、もう本当にお金が余るほど稼いでる人は別ですけども、そうでなければ収支をしっかり把握しないといつまで経ってもお金がたまらないと、で年を取るまで無限に労働しなければはいけない、もう会社にこき使われるって言ったらちょっと言い方あれかもしれないですけども、もう年を取っても全然お金がたまらないから、もう常に働かなきゃいけないっていう風な状態に追い込まれてしまうので、本当に金額を気にせずに、意識せずに商品を買ってしまう方、もう借金のハードルが低い方とかね、お金もないのにもう高額なものを買ったりとかっていう方は、まあ非常に注意が必要です。じゃあ具体的に今日から何ができるかっていうと、お金を使うときは計画的にやりましょうと、計画的にお金を使いましょうっていうことです。もう本当にごくごく当たり前なんですけども、家計簿をつけて予算を決めて、その予算の中でお金を使うっていうのが大事ですね。もう手元にお金を残したければしっかりと金額を見て、皆さんの経済状況に合った、身の丈に合った支出かどうかっていうのを考えていただいて買い物をするっていうのが大事です。であと皆さんにお伝えしたいのは、結構家計管理が甘い人だったりとか、もう借金しがちな人って、お給料とかボーナスを前借りで使ってる、まだ振り込まれてないのに来月振り込まれるからと思ってちょっと贅沢をしたりとかね、欲しいものを買ったりとかする人はもう本当に危険なので、せめて振り込まれてから使ってほしいなと、予算の範囲内で使ってほしいなとも思うし、例えばマイホームとか車とか、あとは高額な商品を買った時に、借金の全てが悪いわけではないんですが、これいわゆる労働時間の前借りなんですよ。例えばマイホームで3000万円とか5000万円の借金をするじゃないですか。ってことは3000万円から5000万円稼ぐだけの労働時間を前借りしてるっていうことなんですよね。だからそれだけ働かなきゃいけないっていうことなんですよ。でも裏を返せば、そういった3000万円とか5000万円とか、まあ、そういった高額のものを買わない生活にシフトしていけば、いつでも仕事辞められるし、もう自由に働けるわけですよ。転職も退職も気軽にできるわけですよね。なぜかといったら、そこまで働かなくても大きな借金負担がないからです。
だから大きな借金をするときは労働時間の前借りであるということを意識してちょっと考えて、将来のためになるのかどうなのかっていうのを考えていただけたらなというふうに思います。で、僕自身はもともと金額を気にせずに商品を買ったりとかしてたんですけども、それを意識を変えて買い物習慣を変えた結果、身の丈以上の高い買い物をすることもなくなったし、身を張ることは無駄だと気づいて、そういう身を張るための無駄遣いとかもなくなったし、今でこそね貯金だったり収入増えてきましたけども、でも金額を見ずに買うっていうことはなくて、やっぱり機能性だったりとか、デザインだったりとか、本当に自分にとって必要なものしか買わないんですよね。だから本当に無駄遣いも減って、むしろそういう生活してるからこそどんどん収入も上がっていくし、貯金も増えてきたのかなっていうふうにも思えます。ぜひ参考にしてみてください。ということで、続いて2つ目のテーマに移っていきます。2つ目のテーマはお金を貯めている人が意識していることについてお話をしていきます。お金を順調に貯めることができている人の習慣を3つご紹介します。お金を貯められる人の習慣をぜひ知っていただいて、皆さんの生活を見直してみてください。まず一つ目ですね。お金を貯めている人が意識していること。一つ目は、毎月いくら使ったか分かるようにするということです。毎月いくら使ったか分かるようにするということです。もう本当にこれごくごく当たり前なんですけども、でも実際できていない人が多いから、手元にお金が残らないとか、給料日前にもうお金が足りなくて ATM で下ろすとかっていう人が実際にいらっしゃるんですよね。で、あとは本当になかなか貯金が貯まらない人もね、一度見直してほしいなと思います。例えば毎日家計簿をつけるだったりとか、毎月月末に収支を確認するっていうのが大事です。本当に大事なのは自分の収入がいくらあって、いくらの支出があったのかっていうのを確認することですね。で、自分は全ての支出に対して納得して使ったのか、後悔したもの、反省はないかっていうのを僕自身は毎回チェックするようにしています。なぜその収支を把握することが大事なのかっていうと、理由は3つありまして、まず1つに、家計管理がズボラな人は絶対にお金が貯まらないからですね。で、2つ目の理由は、必要以上に借金が膨れ上がる可能性があるからです。いくら使ったか分かんないと借金が膨れ上がる可能性があるからです。で、最後3つ目の理由は、家計管理ができない人っていうのは仕事のお金の管理だったりとか、仕事面でもその責任感がズボラになったりとか甘くなっちゃうので、出世しなかったりとか収入が上がらなかったりとかして、結果手元にお金が残らないというふうになってしまいます。だから本当に暮らしを整えていくと、それこそ僕もそうなんですけども、本当に暮らしを整えたりとか家計を整えると、お仕事面もうまくいくようになるんですよ。それこそ仕事でお金の管理を任せてもらえたりとか、実際に現にね、全ての仕事のお金の管理僕自身がしていて、責任感も持てるし、それは本当に仕事とプライベート、仕事と暮らしで両方責任感を持ってきちきちっと整えてきたからうまくいってるのかなとも思います。なので結論、もう何が言いたいかっていうと、しっかりと毎月いくら入ってきたのか、いくら使ったのか、そして全ての支出に対して自分は納得して使ったのか、後悔したもの、反省はないか、後悔とか反省がもしあったのであれば、それを次に生かすっていうのが大事ですね。で、あと皆さんにお伝えしたいのは、もう今日からできる行動として3つありまして、仕事もプライベートもお金の管理をしっかりしましょうと。で、2つ目、毎月1万円でも黒字になるように予算管理をしましょうと。で、最後3つ目、先に収入の 10% 先取りで貯金すれば必ずお金が貯まりますので、もうぜひ今日からね実践してほしいなと思います。続いて2つ目ですね。お金を貯めている人が意識していること、2つ目はレジに持っていく前に立ち止まって考えるということです。レジに持っていく前に立ち止まって考えるということです。例えばなんですけども、欲しいという勢いなままレジに直行するのは危険ですし、ネットショッピングをする人もですね、欲しいと思った瞬間にすぐポチるのは、そういった方はちょっと見直した方がいいと思います。理由としては、さっきのねちょっとお話でもつながってくるんですけども、本当にそういう欲しいと思った瞬間に買ったものっていうのは
あまり使わない可能性があるということと、あとはそういった欲しいものってすぐに飽きちゃったりとかするので、短期間の使用で終わる可能性が非常に高いんですよ。長く愛用できるものではないのかなって思います。だから結局ゴミになって片付けとか処分に時間とかお金を奪われてしまって、結果手元からお金がなくなったりとか、忙しい生活になってしまったりとかね、時間に余裕がない生活になってしまいますので、なのでレジに持っていく前に一度立ち止まって考えてほしいなと思います。で、今日からできる行動としては5つありまして、まず1つ目、突発的に欲しいと思ったものは時間を置くようにしてください。できれば数日、数週間は置くようにしてほしいなと思います。2つ目、予算と照らし合わせて買い物をしてほしいということですね。予算内であれば全然お金は使っていいと思います。目標の貯金額を差し引いて、で残りの部分で生活を回してほしいんですけども、その予算内であれば全然お金を使ってもいいです。欲しいもの買ってもいいし、贅沢をしてもいいと思います。最終的にはね、贅沢とか、欲しいものとかなるべく買わない方が人生はより良くなると思うし、貯金も収入も増えていくと思うんですけども、最初のステップとしては予算と照らし合わせて買い物をするっていうのが大事だと思います。で、3つ目、買うことで長期的なメリットは何かを考えてみてください。で、長期的なメリットがない場合は一度考え直した方がいいと思います。長期的にこういう恩恵を授かれるというものだけ買った方が持ち物も減ると思うし、快適で自由で豊かな生活にも近づいていくとも思います。逆に4つ目ですね。買わないことのメリットもぜひ考えてみてほしいんですよ。買わないことのメリットですね。大体が、僕も実際買い物を行くときにいろいろ考えるんですけども、買わないことでお金が浮くとか、あとは他のものを買えるとか、物が増えないとか、そういった理由になってくると思うんですけども、買わないことのメリットとかね、たくさんあると思います。そういうのを考えていくと、買いたいと思ったその衝動だったりとか、誘惑にも強くなっていくと思います。で、最後5つ目は、その目の前のものを買おうとした時にじっくり考えていただいて、我慢した場合は何か別の支出先があるのかを考えてみてほしいんですよ。これつまりどういうことかというと、コンビニに立ち寄ったとして、例えば飲み物とかお菓子とか買いたくなったとするじゃないですか。この数百円、数千円の買い物を我慢して、例えば僕であれば本を読むことが好きなので、本一冊買えたらそっちの方が人生豊かになるというか、将来的には長期的な目線で見た時にやっぱそっちの方が自分にとってメリットがあるなと感じることが多いので、そういう誘惑とか衝動買いは減っていったんですよね。他にも例えばその目の前の数百円を我慢するとしたら、皆さんにとって好きなこととかやりたいこととか、こういうことにお金を使いたいっていうことにお金を回せるじゃないですか。そういうふうに考えて買い物をしてほしいということですね。僕自身はそんなふうに買い物習慣を変えてから、衝動買いはだいぶ少なくなったし、予算内の支出に収まるようになったし、貯金とか投資にお金を回せる額が増えてすごく良かったです。そして3つ目ですね。お金を貯めてる人が意識していること、3つ目は、買い物に制限を設けるルールを作るということです。買い物に制限を設けるルールを作るということです。具体的になんですけども、僕自身、我が家の買い物のルールもそうだし、制限するルールもそうだし、いろんなミニマリストさん取材して、共通して、もしくは僕自身が参考になったルールっていうのをいくつかご紹介していきます。まず1つに、月ごとの予算、1ヶ月丸々の予算ではなくて、それだけではなくて、毎週の予算を明確にするミニマリストさんも実際にいました。結構これおすすめです。浪費家の方は特におすすめですね。毎週ごとの予算を決めたりとか、10日ごと3つに区切って予算を決めるっていうのはおすすめです。で、あとはクレジットカードとか電子決済、ネットショッピングで買い物しないと決めるっていうのもありだったりとかします。これはもう浪費癖の人とか借金がある人とかはちょっと気をつけた方がいいですね。クレジットカードとか電子決済とかネットショッピングは気をつけた方がいいです。もう買わないと決めて、もう現場でしか買わないというのも大事だったりとかします。現金で払うっていうのが大事だったりとかします。続いては、一度の買い物で3000円以上の買い物をしない。この金額は人それぞれね、経済状況に応じて変わってくると思いますけども、そんな風に額を決めて、一度の買い物で何円以上買わないっていうルールを決めるのもありだと思うし、他にもストックは絶対に買わないとか、買い物リスト以外のものは買わない、決まった曜日決まった日に電子マネーをチャージするとか、 ATM で絶対にお金を下ろさないと決めたりとか、
あとは外食に出かけるにも夜の外食は何回までとか1万円までっていう額を決めたりとか、極力夜の外食じゃなくてランチにすると、お昼の外食を多くするっていうのもありだったりとかします。でランチに関しても月何回までとか何円までっていう上限を決めるといいですね。であとはまとめ買いはしないと、必要な時にこまめに買うっていうのも大事だったりとかします。無駄遣いを防ぐ癖をつけるっていうのが大事ですね。でこれを言うと、いやいや時間もったいないじゃん、まとめ買いした方が時間にゆとりが生まれるよっていう人確かにいらっしゃると思うんですけども、実際ごもっともだと思うんですけども、手元にお金がなくて借金もしていて全く貯金がたまらないっていう方は、まあこれ価値観にもよると思うんですけど、まずは無駄遣いを防ぐ癖をつけるっていうのが大事かもしれません。僕自身も今現に収入も増えて貯金もありますけども、まとめ買いって絶対にしないんですよ。本当に直近で数日分のなんか食料だったりとか日用品しか買わないんですね。これは無駄遣いを防ぐっていう意味もそうだし、余計なものを買いたくないからなんですよ。結局まとめ買いをすると使わなくなったりとか、賞味期限消費期限が切れてしまったりとか使い切れなかったりとかもするし、あとはその備え付けの収納で入らなかったりとかするので、もう極力本当に今使うものしか買わないっていう風に、もう僕自身は制限を設けて買い物をしています。実際そうすることによってお金も貯まってきたし時間も浮いたなと思います。必要なものがそもそも少なくなれば、たとえこまめに買い物をしたところで一回一回の買い物の時間も短くなるし、まとめ買いする人よりも頻度は多かったとしても、それでも結果的に家のものが少なくなるので、探し物なくし物がなくなったりとか、家のことの家事の時間とかも短縮できるので、結果的に僕はそっちの方が時間もお金も余裕が生まれると思います。まあ、そんな風に買い物に制限を設けた方がいい理由っていうのが2つありまして、まず1つに買い物に制限をかけることによってお金が手元から出ていかないということですね。で2つ目、買い物に時間とお金をかければかけるほど、まあ、無駄なものはないと僕自身は思っていて、まあ、買い物をしたところで、まあ、結果お金が減っていくものじゃないですか、買い物って。それよりももっと別のところに時間とお金を使った方がいいと思うんですよね。自分のやりたいこととか好きなこととか叶えたい夢とか目標とか、そういうところにお金と時間を使った方がいいと思うので、買い物自体にお金と時間をなるべく使わない方がいいんじゃないかなって僕自身は考えています。あと皆さんにお伝えしたいのは、予算管理をすごく面倒くさがる人多いと思います。僕自身も結構面倒くさがりでズボラな人間なので、なるべく予算管理したくないんですよ。現に今家計簿っていうのはつけていなくて、まあ、昔はつけていたんですけども、ある程度支出が決まってきたからもう家計簿をつけることすらなくなって、もう予算管理とかもしてないんですけども、でもなぜそれでもお金が貯まるのか、お金が増えていくのかっていうと、やらないこと、つまり買い物の時にやらないこととかしないことをルール化して決めているから、自然と支出が減ったっていう感じですね。なのでもちろん予算を決めるっていうのも大事だし、今ご紹介したみたいにルールを決めるっていうの、この2つ大事なんですけども、ある程度浪費をしなくなってきたりとか貯金が貯まるようになってきたら、家計簿をつけなくても予算を決めなくても、そういう買い物のルールさえしっかりしていれば、制限するルールさえちゃんと守っていれば、自然と支出は減っていくかなというふうに思います。僕自身はそんな風に買い物制限をしてきたことによって迷うことがないと、ルール化されているので買い物で迷うこともなくなったし、だからこそ買い物に時間がかからなかったりとか、買い物がスムーズにもなったし、当然節約になって手元にお金が残るようになって、すごく良かったですね。ぜひ参考にしてみてください。ということで続いて3つ目のテーマに移っていきます。3つ目のテーマが、お金を貯められるようになるための見直しポイントについてお話をしていきたいと思います。毎月の生活費をきちんと見直してお金を貯められるようになるポイントですね。貯金は節約は長く続けることに意味があるので、ぜひ今日から実践してほしいなと思います。3つあります、お金を貯められるようになるための見直しポイント。1つ目は、引き落とし金額、入金額をチェックするということです。引き落とし金額、入金額をチェックしましょうということです。例えばなんですけども、僕自身はもう毎日、自動入力してくれる家計簿だったりとか会計アプリをしっかりチェックするんですよね。でこれなぜかというと、毎日の引き落とし金額だったりとか、あと入金額だったりとか、口座残高をチェックするためです。いくら使っていくら増えたのか、貯金は順調にできているか、使い
すぎていないかを細かくチェックするようにしています。だからこそなんか自分の中で制限がかかるというか、あ、昨日ちょっと使いすぎたから今日とか今週今月はちょっと買い物を控えた方がいいかなって思ったりとか、逆に今月はかなり節制して無駄遣いは減ってきたんだけども、逆に節制しすぎてなんか我慢しすぎてストレスが溜まってるなと感じたら、ちょっと気分転換にお金を使うようにしたりとか、あとは今月ちょっと自己投資が少ないなと、本全然読んでないなっていう気づきになって本を買うようにしたりとか、もう本当に毎日毎朝毎晩月さえあれば家計簿というか会計アプリとかをチェックするようにしてるんですよね。まあ、僕自身お金が好きっていうのもそうなんですけども、やっぱそんな風に細かく引き落とし金額だったりとか入金額をチェックした方がお金の減りも減っていくと思うし、逆にその自分が好きなこととかやりたいことを自己投資に回せるお金も増えていくんじゃないかなというふうに思います。で、なぜ僕自身がそんな細かく家計簿とか経費をチェックするのかっていうと、もともと浪費家なので、もともと超貧乏な生活をしていてお金に困っていた時代があったので、今ね現に収入増えてるんですけども、歯止めが効かなくなると収入が増えた分支出も増えてしまっては元も子もないので、あの事業にお金を回すとかだったらまた別ですけども、生活の費用、日用品とか生活水準が上がってしまう、生活にかける費用が上がってしまうと、まあ、元も子もないというか、僕自身はあまり良くないなっていうふうに思っているので、まあ、そういう支出をなるべくセーブするために細かくチェックしているのもそうだし、贅沢三昧をしてお金を失うのが嫌だから、まあ、細かくチェックしてるっていうのもありますね。で、あと、まあ、これが一番の理由なんですけども、お金を失った時の苦労をもう本当に嫌っていうほど味わったので、なので、まあ、お金は大切にしていきたいと、だから細かくチェックするようにしています。で、もし皆さんの中で今からちょっと NG 行動を紹介するんですけども、その NG 行動に当てはまった人は要注意なんですが、例えばクレジットカードの明細って翌月とか翌々月とかに届くじゃないですか。で、その明細を見て支出管理する人はちょっと注意が必要ですね。なぜかといったらタイムラグがあるからです。実際もう後の祭りになっちゃうじゃないですか。気をつけようともならないですよね。だからあのクレジットカードの明細でその月のその支出だったりとか内訳を確認するのはできればやめてほしいですね。もうその日その日に確認するっていうのが大事だと思います。で、あとはその浪費家の方はですね、今現に浪費家で借金があってお金が全然ないという方はですね、月末だけ最終チェックする、収支の最終チェックをするっていうのはNG です。やめた方がいいです。もう毎日チェックしてください。たとえその収入源が一つだったとしても、たとえ昨日お金を使ってないと分かっていたとしても、とにかく毎日家計簿を見てほしいんですよ。とにかく数字に強くなってほしいなと。あの経営者の方とか投資家の方のね本を読んでると、間違いなく数字に強くなった方が収入が増えるっていうふうに書いてあるんですよね。で、数字が苦手な人ほど数字を見たくないってなるので、分析もしないので改善もしないのでお金がどんどん溜まりにくくなると。だからもう数字に強くなるというか、数字を見る癖をつけるっていうのが大事ですね。で、あとはこれもよくお金がない人にありがちな NG 習慣なんですけども、給料日の日だけとか給料日の前日だけなんかワクワクするというか、もうそういう人はもう本当に注意が必要ですね。お給料が振り込まれる日とか前日だけ口座とか家計簿を確認するんじゃなくて、ワクワクするんじゃなくて、きちんと収入だけではなくて支出にも目を向けてほしいんですよ。で、大体お金がない人って収入ばっかり目がいってしまって、支出が曖昧というか、まあなあなあになってしまってるというか、まあ、管理が甘いんですよ。だからこそもう今日から実践してほしいのは、もう細かく毎日、たとえ昨日使ってなかったとしても、たとえ昨日振り込まれてなかったとしても、収入がなかったとしても、毎日家計簿をチェックしてほしいなと思います。で、定期的に無駄な支出がないかを見直すっていうのも大事ですね。僕自身はそんな風にもう毎日家計簿を見るようになって、経費のアプリを見るようになってよかったのは、意外に気づいてないところで無駄遣いしていることもあるので、それに早急に気づけて問題が大きくならないのが、まあすごく良かったなというふうに思います。先日もですね、あの月に4000円ぐらいサブスクに、まあ、登録してたんですけども、解約を忘れて1ヶ月ぐらいちょっとほったらかしになってたんですよ。やっぱりそういうことって誰しもあると思うんですよね。でも毎日家計簿をつけて、なんかちょっと今月高いなと思ってチェックしてみたら、その4000円のサブスクにね気づけたので、もしこれ気づけてなかったら
例えば年間にしたらね、4万8000円とかじゃないですか。もう固定費を垂れ流しにしてたなというところできっと後悔してたんですけども、でもそれを早急に気づけたっていうのは僕自身すごく良かったです。それもやっぱり毎日家計簿をチェックしているからだと思います。続いて2つ目ですね。お金を貯められるようになるための見直しポイント、2つ目は先取り貯金に挑戦するということです。まあ本当にこれも当たり前なんですけども、収入の 10% は必ず先取り貯金すると決めてほしいなと思います。でそれ以上の貯金をしたいと、収入の例えば 15% とか 20% 貯金したいという方は、もうこれくらい貯金できてれば満足っていう額を決めてほしいなと思います。もう貯金もですね、本当際限なくできちゃうものなので、ある程度上限を決めて、これだけ貯金できてればいいかなっていう上限基準を決めておくっていうのも大事かもしれません。で理由としては、まずは貯金体質になるために先取り貯金した方が、断然将来も困らないし不安も減っていくと思います。で貯金のしすぎもやっぱり良くなくて、自己投資にお金を回せなくなる恐れもあるので、ある程度やっぱり目安というか基準も決めた方がいいということですね。で今日から皆さんができる行動としては、まず皆さんの月収だったりとか年収っていうのは明らかにしていただいて、明確にしていただいて、その 10% を必ず貯金すると決めてください。で予算を決めてほしいなと思います。可能であれば自己投資も収入の 10% ほど回せるように自己投資先を決めてほしいというか、ある程度考えてほしいなと思います。例えば仕事道具だったりとか、交際費とか、読書、セミナー、オンラインサロンとか、積み立て投資だったりとか、いろんな投資があると思うので、ご自身のご収入の 10% ほど投資、自己投資に回せるように、事業投資に回せるように、ちょっとプランを考えてほしいなと思います。で僕自身はそんな風にやってきて、貯金もね、収入も増やすことができました。でちょっと余談なんですけども、ミニマリストの中にはね、あまり年収1000万円目指したいっていう方もいないかもしれないですけども、きっと皆さんもおそらく収入をちょっと今後増やしていきたいっていう方、中にはいらっしゃると思うんですね。で皆さんの理想の収入の 10% を投資していくと、その収入にどんどん近づいていくらしいんですよ。結構お金持ちの人の本とか経営者とか投資家の本を読むとですね、理想の今のじゃなくて理想の目標年収の 10% を毎年続けていけば、その年収に近づいていく、理想の年収に近づいていくっていうのは書かれていて、で僕自身も確かにそうだなって思うんですよ。今でこそ僕自身も年収1000万円とか1500万円超えてきましたけども、本当に自己投資もそうだし、事業投資に結構お金かけてきたんですよね。だからこそお金がいい循環を生み出すようになってきたので、確かになと思います。なのでまずは皆さんの現在のご収入の 10% 自己投資に回すでもいいんですけども、ちょっとずつお金に余裕が出てきたりとか収入が上がってきたら、理想の年収の 10% を自己投資に回す、投資に回す、事業投資に回すっていうのがおすすめです。ということで最後3つ目ですね。お金を貯められるようになるための見直しポイント3つ目は、人生プランを真剣に考えるということです。人生プランを真剣に考えるということです。現に今皆さん人生プランどうですかね、考えていますか？1年後だったり5年後だったり10年後だったり、なんとなくこういう人生にしていきたいなでも全然いいんですけども、やっぱり人生プランを考えることってすごく大事なんですね。理由は後でも述べるんですけども、具体的にどういう人生プランを考えた方がいいのかっていうと、例えば1年後結婚したいなとか、あとは結婚式の費用を貯めたいだったり、出産費用を貯めたいっていう方も実際にいらっしゃると思うし、5年後に海外旅行に行きたいなとか、10年後世界を旅して暮らしたいなとか、例えばあと僕自身で言えばセミナー講師になるために3年間は自己投資にお金を惜しまないって決めてきたりとか、あと老後年金はいくらもらえていくら足りないのか計算してみたりとか、1年後、それこそまた僕の話になるんですけども、1年後、1000人規模のミニマリスト忘年会、オフ会、フェスみたいなのもやりたいなって思ったりとかもするんですよ。で、そんな風になんで人生プランを真剣に考えることが大事なのかっていうと、人生プランを考えることによって必要な金額が見えてくるからですね。いくら自分は稼げばいいのか、いくら自分は貯金すればいいのかっていうプランとか予算とかが明確になってきます。で、そういう人生プランを考えるからこそ、節約だったりとか、貯金だったりとか、仕事のモチベーションになっていくんですよ。
だからこそやっぱり人生プランを考えるってすごく大事なんですよね。人によっては副業だったりとか転職だったりとか独立開業という選択肢も出てきたりとかすると思うんですよね。夢が大きければ大きいほど人生プランでもう理想が高ければ高いほどそれだけやっぱり時間だったりとかお金もかかってくると思うので、その分節約も頑張んなきゃいけなかったりとかお金も頑張って稼がなきゃいけなかったりとかするわけじゃないですか。だからやっぱりきちっきちっとね人生プランを考えるっていうのは大事かなって思います。僕自身はそうやってきて良かったのが2つありまして、結構ね僕自身はまあお金にがみついというか、なんでそんなにミニマリストなのにお金稼ぐのって言われるんですけども、それもやっぱり自分の人生プランのためなんですよ。大きい夢を叶えていくために、どんどん自分の人生の可能性を広げていくためにやっぱりお金っていうものが必要なので、頑張ってお金も稼ぐし貯金もしてるんですね。で結果年収も貯金もすごく増えて良かったです。で2つ目良かったことは、夢のために時間とお金をかけられるようになってすごく良かったですね。もう昔は本当に恥ずかしながら年収がですよ、138万円の時があったんですよ。体調を崩して半年とか数ヶ月ね自宅療養してた時期もあって、全然昔は高収入じゃなかったんですよ。もうそれこそ、まあ、最近ね直近で、1000万円1500万円年収超えてきましたけども、でも昔って高収入じゃなかったんですよ。でも人生プランをはっきりさせて目標の収入だったりとか貯金額を決めて、でそこに向かって節約とか貯金とか自己投資とか事業投資とかにお金を回してきたからこそ、自分のその理想の人生を叶えるために夢のために時間とお金をかけられるようになってきたので、最近なってきたのですごく良かったなっていうふうに思います。ということで今回の動画は以上になりまして、ぜひ今回の動画を参考に皆さんのお金の使い方も一度見直してみてほしいなと思います。でなかなかお金がたまらない人の中でそもそも収入が低いという場合は、節約とか家計管理だけではなくて転職とか副業で収入を増やすことも視野に入れてみてください。検討してみてください。ということで本日の動画は以上です。ぜひ参考になった部分、共感した部分は今日からでも明日からでも実践してほしいなと思います。ということで本日の動画は以上です。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。